グッドモーニング YouTube。今日は西新井病院島崎先生によります急性心不全のお話ですね。尿中のナトリウム濃度で、急性心不全の急性期の管理を考えるというお話ですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は、昨年の ES で発表されて、その後、ネイチャーメイクに掲載されたプッシュ ATF トライアルというものを発表します。で、これをやったきっかけは、やっぱり看護師の方から尿量以外なんか、見るポイントないんですかっていうので、あるよということで、ちょっと調べ直したところ、RCT が随時のスポット尿で測ってどうなるかっていうのが出たので、お待たせいただきました。結論はですね、一応尿中ナトリウム濃度は、急性心不全の利尿薬治療の、調整におけるマーカーとなるというのが、この論文の結論です。で、じゃあ次に行きます。ちょっと疫学的なところで今回の問題と外れますけど、で、今、心不全患者さんっていうのは、今後も増え続けていくだろうと、推察されているのは皆さんご存知の通りだと思いますが、やっぱりその予後っていうのは、日本と同一かはわかりませんけれども、やはり悪いというところで、10年見てみると、急性心不全1回発症するとやっぱり30%から40%、20、30%の方しか生存できないという、やはり、これはずっと変わっていかなきゃいけない病気で、その中でやはり急性心不全に入ってくる患者さんを見ることが多いと思うんですけれども、その急性心不全に対する患者さんの主な急性期の治療目標っていうのは、このガイドラインでもあるようにですね、ループ利尿薬を使った鬱血を取ってユーボリアに早く到達するということは、当然のことだと思われます。ただ、急性心不全の多くの方は、ループその治療薬開始初期にあっても利尿が不十分であるということも分かっていて、そうするとやはり鬱血が残存して、その後の心不全と死亡率が上がるということも、種々の報告があります。この報告だと、ダイレクトレスポンスとして、体重とクロセミドを40ミリでもあってですね、一日ごとにどれぐらい、下がるといいかということですけど、やはり、これを、ナトリウム2の抵抗性が高くなればなるほど、やっぱりイベントが上がりますし、やはり、体重のレスポンス換算でもマイナス1.3、マイナス0.7とか、そういったところを目指して、利尿のコントロールをした方が、ベターであろうということは言えると思います。そんな中で、じゃあ何をマーカーにということなんですけれども、多くのケースで、実臨床だとやっぱり、利尿の量って見てると思うんですけれども、それではなくて、ナトリウム排出量で見た方がいいんじゃないかという報告も散見されていて、ローズ HF 試験の、補足群サブ解析ですけれども、ナトリウム排出量っていうのは、それがネガティブ、ポジティブで、やはりネガティブの方にですね、多く触れていた方が、死亡率はやっぱり下がるということもありますし、で、これにですね、ウィズの体液の総質量の不詳を換算しても同様なことであって、ナトリウム排泄量というのは、たとえ体積喪失があったとしても、やっぱり予後を悪化させるということが報告されておりますので、やはりループ利尿、SG もそうですけれども、すべての利尿薬とほとんどナトリウム排泄を起こして利尿効果を起こしますので、やはりナトリウム排泄に注目するということは、すごい大事かなと思います。これは AUC でも描かれていて、尿中ナトリウム排泄量の予測としては、やはり尿量よりも、これが0、これだと0.76なんですけれども、やはりナトリウム排泄、随時からスポットで取った方が、有用ではないかということ、可能性が示唆されています。これらはですね、RCT ではない、報告になります。で、これを ESC のガイドラインも聞きましたけれども、この急性心不全に入って、まずループ利尿薬を打ってですね、2時間後に、尿中ナトリウム濃度を取ったり、6時間の尿量で、時間100から150以上出てない場合は、追加の治療を検討するというようなアルゴリズムが示されております。で、今回の、
パーになるんですけれども、まあ、ガイドラインで今お示しした通りですね、尿中ナトリウム濃度のスポット値を早期に評価していることが提案されているんですけれども、まあ、そういったことが、まあ、実臨床で RCD で評価されてないと、やはり一応仮説の域を出ないんじゃないかということで、今回ですね、オランダの、まあ、探視説ですけれども、そのナトリウム飲料での、ナトリウム離導、誘導ナトリウム療法が、臨床研究における有効性を検討しています。デザインは前向き関節非毛圏の RCT になります。オランダのクローニンゲン大学で行っています。適用患者は、まあ、ループ2予約の常駐の治療を必要とする急、まあ、新規の急性心不全か、まあ、慢性腎不全での急性増加か。まあ、除外基準としては、透析を必要とするようなですね、重度の腎障害、および今、心不全以外の要因による呼吸困難の患者が除外されています。方法としては、尿中ナトリウム濃度が70ミリモル未満で治療を強化する、尿中ナトリウムガイド群、または標準治療群へと無作為に割り付けられています。方法なんですけれども、これはナトリウムガイド群についてですが、まず初期に、まあ、これはフロセミドではなくて、ブタセミドを使っているんですけれども、一応ブタセミド 1mg で、フロセミド 40mg 換算となっております。で、eGFR が40以上の人は 1mg からスタートで、eGFR が 60mg 以下の人は 2mg からスタートになっています。ちょっと間を挟みますけれども、この標準治療群ではですね、容量の、まあ、プロトコールっていうのは決められたものではなくて、医師の裁量によって決定されております。このナトリウムガイド群では、尿中ナトリウムのスポットサンプルが2時間、6時間、12時間、18時間、24時間、36時間と、計6ポイントで採取されて、追加の治療を決定しております。尿中ナトリウム値または利尿が不十分であるという定義は、尿中ナトリウム濃度がこれ今日聞こうと思ってたのに、もう一回。70ミリモル以下、または、オア、アンドとオアなんですけども、まあ、利尿が150時間150以下ということが十分として、以下のアルゴリズムは行われている。と続きになるんですけれども、まあ、こういった6スポットで尿中ナトリウム濃度をとって、で、まあ、まずはですね、倍量のブタミジンが追加されるんですけれども、まあ、2回投与された患者で、さらに不十分な場合には、他のナトリウム予約の追加というのも行われています。ヒドロクロシャ 25mg か、アセタゾラミドもしくは SGLT2 を追加する。で、ベラーとしても一応限界録も認められておりました。48時間後の利尿録の調整は、まあ、2分間で担当医の裁量に任されて、続けられております。アウトカムとしては主要エンドポイントは1日目の24時間総リミットと、作為後から180日までの全死亡と心不全の再任を見ております。副次エンドポイントを、安全性のエンドポイントはお示しする通りで、割と細かく見ている試験でありました。結果になりますけれども、やっぱり SG がプロトコルに入っていることが、割と最近行われています。まあ、総数としては310で、ナトリウムガイド群に150、とは標準治療群で260が打ち分けられて解析されております。患者背景としては平均年齢は74歳で女性が45%。まあ、どういった心不全かっていうと、やはり呼吸困難とか、まあ、気座呼吸も8割、9割弱ですので、ニーハー3、4度が、まあ、ほぼ100%ですから、まあ、重症な臨床的出血処形を伴った患者が背景となってますし、EF に関しても、まあ40%を切るような、平均が40%を切っている、まあ、ほぼ F で、まあ、F の方は、3割くらいでありました。で、まあ、特徴的なのが、まあ、デノボの心不全が、まあ、65から70%、2群で、まあ、65%を超えているという状態でした。結果になりますけれども、24時間の平均
そう、ナトリウム排泄量は、まあ、これはもう予想された通りだと思いますけれども、尿中ナトリウムガイド群で増加しております。ただ、182日後の、まあ、イベントレートは、まあ、31%で尿が起こってるんですけれども、差はありませんでした。この平均24時間のナトリウム排泄量は、まあ、サブグループで見ても EF だとか、入ってきたのが NT プロビエティ、まあ、EGFR 等々で見ても、循環には差はなく、まあ、どんな患者でもやっぱりナトリウムガイドでした方が、ナトリウム排泄量は増えていました。まあ、心不全と死亡を分けたカプランマイヤーですけれども、もうこれは有意じゃないんですけれども、この死亡率で見ると、若干最初は開きがあるような、には認められますが、まあ、経過としては、やはりこれは48時間までしか見てません。ガイドしてませんので、まあ、経過としては、まあ、ここには有意されなかったですけども、急性期としては、若干死亡率には差が見られるようなカプランマイヤー曲線を描いております。で、またさらにこのどういった、尿中ナトリウムだったかっていうと、ループ200の1日投与はですね、まあ、やはりナトリウムガイド群で、グルタミニンの群に比べて若干1日が多そうで、約85%に、最初のその36時間のうちにいずれかの時点で利尿薬治療が強化されております。24時間時点では、ループ200の総投与は、まあ、標準治療群で6に対して、ナトリウムガイド群では12グラムと、ほぼ倍量があって、これをピーチがあります。で、36時間での時に初めて、治療効果対象だったのは、まあ、4名のみであったと。で、その院内のですね、48時間までの累積投与量は、標準治療群で15と、ナトリウムガイド群で、尿中ナトリウムガイド群で26とかもありました。これ、ランドマイズドまでの期間は、って設定はどうなってましたっけ？これは、すいません、そこちょっと、すいません、プロトコールは？プロトコールは、ランダマイズドまでは、これはランダマイズじゃないので、すいません、そこを見てますね。急性粉塵便で入ってから、ただまあ、早期に行われているはずなので、まあ、割と早い時間だと思います。割すいと早まい。せん。ごめんなさい。はい、わかりました。あとで追加します。で、これも曲線で言ってました。平均の48時間の、副次エンドポイントになりますけれども、ナトリウム排泄、やはりガイド群の方で優位に増えていました。で、まあ、尿量に関しても、大きく、入れておりまして、24時間、48時間のところで、差があって、まあ、大体4000弱と、ちょっとこっちはもう6000を超えるような、少し我々の実臨床とはかけ離れてますけれども、まあ、ナトリウムガイドで追加した方が、排泄量ともに、まあ、利尿も増えていたというのが見て見れます。で、その、まあ、ただ、他の項目に関しては、じゃ入院期間どうだったかっていうと、差はなくて、で、あとは、まあ、入院で入院回数に関しても変わりはありませんでした。まあ、利尿は得られてましたけれども、NT プロ BNP の変化に関しても、2分間では差は認めていませんでした。まあ、どんな、もうスポットのナトリウムだったかっていうのを、経時的に見たグラフになりますけれども、やはり、12時間ぐらい経つと、ナトリウム排泄量がやはり少し下がってくるので、まあ、皆さん、12時間ごととかに、一日二回とか打ってらっしゃると思いますけれども、まあ、これは実臨床的に、で、まあ、感覚としてもやはり合ってるんだなと。まあ、そういう、まあ、ネプリンから半減期早いですけど、12時間ぐらいすると下がってくるというのが、まあ、再確認できました。で、安全性に関してですけれども、やはりこういった、かなり利尿が効いていると、ナトリウム排泄も。まあ、利尿も1日3600、くらい出ておりますので、まあ、そういった中でも、やはり皆さん危惧されるのは、まあ、脱水による腎不全なんじゃないかと思いますが、
まあ、WHF とかですね、人員安全性のイベントを全てにおいて、両軍間で差はありませんでした。ただ、48時間経つと医師の裁量に任されるというものがあるので、まあ、その後の72時間まで見てみると、ナトリウム排出量に2分間で差は認められなくなっていました。結果は以上です。まあ、ディスカッションになりますけれども、まあ、こういった報告は、収集されていて、1年前で20、これは2年のですね、ESC でも、まあ、これは非ランダム化試験で報告されていて、それガイドラインを取った方にナトリウム、随時のナトリウム濃度を取って、ガイドに利尿剤を増やすとやはり増えるということも報告されていて、まあ、今回のプッシュ HF で、まあ、そういうのを支持するランダム化エビデンスを提供されました。でもやはり、利尿薬に対する反応性の低下が、まあ、急性心不全で一般的であることが示されて、まあ、ナトリウム利尿誘導群では、大部分の患者で利尿療法が強化されて、まあ、投与量が大幅に増加しまして、で、48時間までのナトリウム利尿と、利尿を優位に改善しました。で、この尿中ナトリウム濃度をベースとした、このベースとして、まあ、やはりアグレッシブ、かなりの、まあ、我々からすると、アルゴリズムは利尿ですけれども、そういった利尿を違うアルゴリズムの反省も示されたのではないかなと思われます。で、まあ、この後ですね、アドバー試験が出て、アデソッタアミドを追加した方がいいんじゃないかというのも示唆されましたけれども、まあ、その試験と比べても、この試験に対しては、かなりの利尿がついていましたが、まあ、そんな中で安全性が示されています。で、やはり、イベントには、差がなかったんですけれども、まあ、これの、まあ、原因の一つとしては、まあ、介入は入院後の36時間の間のみ行われたのみで、まあ、直接的な効果は観察できなかったかもしれないと。で、有効レベルに達するまで、アルゴリズムを維持されていれば、効果があってたかもしれないと推測したくなると書かれていました。ただ、そういったことは、また、RCT とかが複数試験で進んでられるみたいなので、まあ、さらなるデータが得られるだろうと述べられていました。リミテーションに関しては、まあ、間質の非毛巾化試験。あとは、まあ、やはり36時間でしか、アルゴリズムを使用していないこと。あと、まあ、アドバー試験の、まあ、報告の前に計画されてたので、まあ、治療アルゴリズム第一選択がヒドロプロチアシトが第二の選択として、多く使用されていたこと。これは、まあ、非白人患者に一般化できるのが不明であるということが挙げられています。結論は、繰り返しになりますけれども、まあ、プッシュ、H 試験は、急性期患者において、まあ、ナトリウムガイド群で、ナトリウムによって利尿を改善することを示した、まあ、最初のランダム化試験であります。尿中ナトリウムスポット値というのはですね、やはり、入手が簡単で、そして安いです。で、世界中のどんな施設でも入手可能なので、まあ、どんな施設でもできるであろうと。まあ、今回、研究された治療アルコールには広く入手可能な薬剤が使用されていることからも容易に知識可能であると。プッシュ、治療試験で、今回の重要な知見は、この利尿誘導になった利尿誘導による利尿療法は安全であって、やはり有害事象、まあ、腎臓がメインですけれども、増加することはありませんでしたというふうにまとめられています。以上になります。はい、ありがとうございました。今日はプッシュ AHF 試験ということで、急性心不全患者さんの、おそらくもう入院初期ですかね、にランダマイズして、で、尿中のスポットの、ナトリウム排泄ですかね、の濃度ですかね、っていうのが70ミリモールですかっていうのを下回ったら、ラシックスというか、まあ、ナトリウム利尿を強化するという方法で、それを36時間まで続けましたというトライアルですかね。で、そうすると、まあ、急性期のナトリウム排泄量は優位に増加したというところではありましたが、入院期間だとか、入院中の予後、もしくは180日、6ヶ月後までの、再入院、それから死亡に関しては、最終的にはまあ差がつかなかったというようなトライアルでしたかね。となります。
非常にその前、大沢が言ってるようにですね、簡便な指標であって、まあ、それで、利尿薬のその強化というか、コントロールを考えるということで、まあ、島崎先生も冒頭に言ってましたけれども、尿量異常以外のですね、何か指標はないのかっていうのは、我々、まあ、確かに常に考えるところであるわけですけれども、これはですね、体の中、つまり、まあ、体の中にどれだけそのナトリウムが溜まっていて、どれだけその、出せばいいのか、最終的にトータルでっていうのが、ちょっとよくわからないので、まあ、いつまで続ければいいのかっていうのが、まあ、これ36時間でブツッと切っちゃってるので、ディスカッションにもあったように、それが適切なのかどうかっていうのは、ちょっと難しいところではありますよね。っていうのと、あと、じゃあ何を良くしてたのかっていうのが、ちょっと微妙ですよね。もったいないというか、入院期間は少なくとも減ってほしかったなと思うんですが、それも全然変わってない。そうですね、5日と6日経ったあと、かな。そもそも短いっていうのはありますかね。6日と76日と7日でしたっ日け。ですね。はい。まあ、オランダだからアメリカよりはちょっとな、まあ、数日長いのかもしれないですけれども、再入院も変わらないか。なるほど。カプランマイヤーは確かに、島崎先生が言うように、初めの1ヶ月、2ヶ月ぐらいはちょっと良さそうではありましたけどね、3ヶ月ぐらいまではいいんだけど、その後は結局、追いつかれちゃうっていうことを考えると、まあ、維持期というか、慢性期のコントロールっていうのが、なかなかこう、次の課題かなというところですよね。で、あとはですね、やっぱりナトリウムのそのバックグラウンドにあったように、ナトリウムのマイナスバランスが続いてるっていう人は、非常に予後が良かった。ポジティブバランス、プラスになっちゃうと予後悪いっていうのは、で、後ろ向きとはいえあるわけですよね。もう一回見せてもらっていいですか？いや、あ、それか。これは明らかに差が開いてますよね。これ後ろ向き試験ですか？あ、これは、ローゼハトレーナーで、前向きからの、上手自己か。回、自己回。あ、そうなんだ。じゃあ、やっぱりそのスポットで70っていうので切った根拠は、まあ今回ちょっとよくわからないですけれども、そもそも、まあでもこれは、急性期のネガティブナトリウムバランスの150日予後ってことでいいんですよね。はい。これとなぜそんなに大きく違っちゃったんですかね、ドーズと。確かに。まあ、これ、今回のやつはですね、その退院時にどれぐらい、利尿薬が入っていたとか、他の薬が導入されていたのかっていうのはちょっと書いてないので、わからないんですけど、まあ、おそらく勧誘機関としては、ドーズもその今回のプッシュもあんまり変わんないんじゃないかなというふうに思いますけれども、今回のその強化群というか、ナトリウム濃度で見たグループっていうのは、どういうふうな、治療強化の方法だったんでしたっけ？かなりビジーで、2時間、6時間、12時間、18時間、まあ、見て、それで70見に達してて、なかったらどうするんですか？これは5ミリ、ブタメニンの5ミリになるまでは、まあ、倍量で増やしていって、倍量で増やす。はい、2回、倍量で増やして、それでも利尿が、こういったあ、ところでそう。また引っかかったとしたら、まあ、追加でも、もうブタメニンサのヤザイドとか。IV プラス、IV プラス、追加していく。SG か、サヤザイドか、そうですね。はい。っていうのを、それまあ、なんで追すよ。加するっていうことか。はい。ただ SG 入ってたのは本当に1例ぐらいで、ああ、なるほど。メインがサイヤザイドのヒドアロセコ。トアセラミドから、まあ、サヤザイドを足していくっていう人が多はい。かったということですかね。なるほど。わかりました。非常に面白いトライアルだと思うんですが、なんかちょっと結果が残念な感じですかね。まあ、白谷先生からまずですけど、180日ぐらい経つと、入院時の適切な利尿薬マネジメントは予後に反映されないんですかねということと、まあ、現状はカルディオメムスみたいな、まあ、体の中のそのフルイドバランスというものですかね、まあ、圧力っていうのを経時的にリアルタイムで測って、まあ、それでマネジメントするっていうのがどうしても必要になってくるかなということですかね。除外基準に重症の AS とか MS とか弁膜症は入っていましたかという質問ですけど。それは入ってませんでした。
除外膜系症についての、背景のパーセンテージもわかんないんですけれども、あと、入ってますね。血圧による除外っていうのはありましたかって質問ですが。ショックっていうのは、書かれてたんですけど、それが、90だとか、そういうのは書かれてませんでしなるほど。90とか100とかの、ショック、プレショックの患者さんっていうのは除外されてるんですかね。確かにそこら辺はちょっとこういうのには参加しづらいですかね。谷先生から、利尿反応が良好な軽症の患者さんよりも、重症群とか、腎臓が悪い患者さんにこそ利尿をモニタリングする意義が出てくるのではないかと思ったんですが、サブグループ解析ではどうでしたかということですけど、腎機能は EGFR は？54で切ってますけど、やはり差はなく良さ軽症のそう患者さで。んの方が若干その効きが良さそうということですかね。これエンドポイントが多分、そのナトリウム排泄ってことですよね。なので、予後ではないですよね。トリウム排泄と、あと、おそらく、どういうふうにちょっと、当日発表されたかわからないんですけど、今の大切のあれからも、腎機能悪い人って増やさないと出ないと思うんですけど、そうですね。あれ増やしても、あれ、腎臓の、エンドポイントとしては、問題なかったっていうふうにも言えるので、やはりちょっとこういうのから言えないのかもしれないですけど、我々の実臨床ではもう少し利尿をかけてもいいんじゃないかなっていうのは言えると思います。途中で AKI になったりすると、なかなかナトリウム利尿薬増やしづらいっていうのはありますけれども、もともとの CKD の患者さんっていうのは、ある程度以上のやっぱり利尿薬の量が必要にはなりますよね、そもそも。これ、インタラクションはついてないですけれども、男性の方がやや効きやすそうな雰囲気はありますかね、この中で言うとね。そうですね。確かに、若雰囲気干、は雰囲あり気はあまりす。ますかね。ありがとうございます。城谷先生から。これは。早く鬱血が取れた方が、ストロング HF のプロトコールに乗りやすいので、予後改善データがなくても意義があると思いました。なるほどね。確かにそうですね。だから、これ、プッシュプラスストロング、プッシュストロングだったら、もしかしたら ストロそうンでグすね。により、その強化プロトコールに乗れる可能性が高いのかもしれないですよね。あと、後ろに、ここを改善するのは、SG の急性期って、今のところすごいポジティブなのないじゃないですか。ただ、基本的にやっぱり、ここは利尿で、こっちはストロングでっていう、おっしゃる通りそうでかすね。と思います。ただ、これ不思議なのはですね、左側が心不全の再入院ですよね。で、ここが開いてて、死亡にまではまだ関係なかったっていう逆であればなんとなく理解ができるんですけども、死亡は変わっているのに心不全入院が変わってないっていうのは、初めに亡くなっちゃった患者さんっていうのが重症だから、その後の心不全入院にだけ見ると変わってないってことなんですかね。そうかもしれないですね。確かに。確かに背景としては割と出のも多いですけど、重症心不全そうなので、かなり早期なんで、これ、入院中の可能性がありますかね。それはそうですね。どうなんだ、入院中。そうですね、そこがありますよね。だからこれ、左側見ると、再入院は、だから退院するまでは、どっちもずっと、あれじゃないですか。お結っし局、ゃる通りですね。多分タイムゼロは入院時なのかなっていうふうに思いますけどね。そうなると、やっぱ退院をタイムゼロにすると、こういうカプラマイヤーにはならないのかもしれないなっていう気はしますけどね。高田先生から、ベースに利尿薬を内服していても、この指標は使えますか？なるほど。使こえれ、るんじゃないかなと思いますね。患者さん、初めにどのくらい飲んでたんでしたっけ？ブメタニンを結構飲んでたんですよね。これは、ホームループ当時は2ミリとかなので、ラシックスにすると、だいたい80ぐらい。そのぐらいは飲んでる患者さんですね。なので、そういう患者さんでもってことですが、そうすると、
初期の、IV の投与量っていうのは、それに基づいてガイドライン通りにやってるって感じなんですかね。初期はですね、待ってんでしたっけ？ EGFR が、60であれば、まあ、クロセミに換算すると40で、60以下だと、まあ、クロセミで80。なるほど。もともといくら飲んでても、そういうプロトコルでスタートするってことなんですね。あ、なるほど。わかりました。はい。あと、高田先生から、尿ナトリウム濃度っていうのは、利尿薬に影響を受けるから、尿 BUN のイメージでしたかっていうことですけれども。まあ、確かにそうですね。まあ、ただ、みんな結構しっかりと飲んでる患者さんだから、そういう患者さんを対象として、まあ、一回リセットして、まあ、同じプロトコルで始めるっていうことでやるとっていうことですね。なるほど。はい、ありがとうございました。やっぱり出口戦略が難しいかなと思うんですよね。急性期にもうバカバカ入れてもですね、じゃあ、その退院時の利尿薬の量はどういうふうに設定するのかっていうのがちょっと難しいかなと思ったんですけど、それはどうでしょう。確かに、そういった質問あったらわからないなとしか答えられない。まあ、大体、20か40で退院してるケースが多いと思うんですけど、皆さん。プロそセミこのは言及できないですね。はい。そうですね。まあ、あとはだから、なんていうか、まあ、もちろんその IV のフェーズが終わったら内服に切り替えるわけですけど、まあ、そこで、まあ、退院後のマネジメントは、先ほどからお話あるように、どちらかというと、利尿薬の量はまあ最小限にとどめて、あとはまあ心不全の、まあ、特にヘフレフ患者さんですけども、まあ、とは限らないのか、今は。GDMT を、ガイドライン推奨薬を、まあ、もりもり持っていくっていうことが、まあ、メインの治療にはなっていくわけですかね。これ、ちなみに、いつの、試験ですか？試験期間は。2021年、あ、だか22ら、年。まあ、まだ、ストロンが出る前のお話ですよね。ただ、これは SGLT2 がちょっとだけ入ってるんですかね。あ、入ってますね。だいたい5%、5、6%。今はプラクティスも変わってきたかなと思いますけど、まあ、まだそのちょっと前ぐらいまでの試験だったら、アーニーとかですね、その SGLT2 阻害薬の、その投与率っていうのもそんなにやっぱりまだ高くないかなっていう感じがするので、まあ、今のトライアルは、ベータ ACE 阻害薬 ARB に加えてですね、やっぱその2つ、それ以外の2つの MRA と、アーニーと SGLT2 もかなり積極的には入るとは思うので、またちょっと話も変わってくるのかなっていうふうに思いますが、はい。まあ、とはいえ、あんまり我々、おしっこ検査得意じゃないところにですね、こういう、まあ、簡便に、蓄尿じゃなくていいっていうことで、フロセミドの、まあ、レスポンスっていうか、効いてるか、で、ドーズを増やすべきか、据え置きでいいかっていうことのですね、まあ、もう一つの指標に、ナトリウム濃度っていうのがですね、非常に有用かもしれない。まあ、だけど、ちょっとそれ以外のことも考えないと、予後、イベントの低下まではちょっと至らないかなというところではありましたが、まあ、入院後のですね、やっぱり死亡、急性期の死亡っていうのを見ると、これ、院内死亡も変わらなかったんでしたっけ？院内死亡は、なんか変わってそうなちょっと雰囲振り気あ返りりたいんですけど、なんかこう、院内死亡だけ見ると、なんか、その時の発表では、ちょっとさ、勇者あったっていう話みたいなんですけど、それなんはか論良さそう文なには雰載っ囲て気まはあせんでりした。ますよね。なので、やっぱりその急性期の管理としてはそんなに悪くないんじゃないかなっていう印象が確かにあるので、まあ、これは、もう一つの我々の、チェックするべき項目としては、考えるべきかなというふうには思いました。そんなとこですかね。あとは、まあ、ちょっと36時間という妥当性が、まあ、なんとも言えない、我々のそのタイムコースで考えると、もうちょっとこう、患者さんによって、その時間はいつまでやるかっていうことを考えた方がいいのかなっていうのと、出口戦略ですよね。退院時の時にどうしていくかっていうのを、フロシミドの量、まあ、ナトリウム利尿薬の量っていう観点からも、やっぱりちょっと、もう少しマネジメントを密にし、丁寧にしてあげればいい感じはしますね。はい。ありがとうございました。ということで、今日は急性心不全の利尿薬の量のことについて勉強させていただきました。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。